さあ続きをやっていきましょう。モンスターファーム2、こっから先はね、死闘ですよ。前回4大大会の一つグレイテスト4優勝しまして、もういわばもうこのマルコはグレイテスト1なわけですよ。あと3本のね、死闘を今回繰り広げていくんだけど、パラメータこんな感じ。ライフ500になったんだね、素晴らしい。ね、こっから先のね、育成方針を先に話したいんだけど、もうピークは過ぎてまして、回避と丈夫さもう上げたかったんだけど、それよりもさ、やっぱりさ、前回大会して思ったけど、ライフはあればあるだけいいなと。ライフはやっぱりね、絶対的な数字だから、大会でねしっかり使えるわけだよ。これがあるないでやっぱり勝敗分かれるんだよね。ってことで、まずね、変動床は一発重トレやって、でそっからは賢さ999にしましてから、ライフをもうがっつり上げてっていいんじゃないかと俺は思ってるわけだ。で、前回話したあのさ、デスカッターどうするって話、このジョーカーが覚えられる最後の賢さ技デスカッター覚えるか覚えないか、コメントでもね、いろんな意見もらいまして、いらないかなと。うん、デスカッターとデスエナジーはもう正直そんな変わんない、やっぱりダメージはね。まあ若干デスカッターの方が強いんだけど、それを覚えに行って寿命を減らすのはあんまり良くないなと。ということで、今週はまず走り込みをしようかな。はい、どうしたマルコ、トレーニングするなら骨をくれ。おお、ねだりする、いいよ、コルトゴー。よし、じゃあこれで頑張ってくれよ。次の四大大会は3ヶ月後だから5月か、5月2週、そこまでにライフなんぼいけんだろうな。今1回成功したらなんぼ伸びんの、6か、まあいいんじゃないかな。550は無理だもんな。あ、でも頑張ればね、ガン上げしていけば結構いい感じになるんじゃない。でさ、油草育成どうするって話もちょっとしたかったんだよな。本来ならここで、まあ4週目だから絶対夏にそうあげんだけど、油草育成を続けるべきか、それともカララギマンゴーと、夏味噌の、月末だけ休ませる育成にするか。今週も走り込み、あら、ズルするの、まだジョーカーらしさ残ってんだな。1って、いや今回はもう叱るわ。もうデスカッターは覚えないってもうね決めたから、もう叱る。反省したかい。あ、でも叱ったら叱ったでさ、ストレス溜まっちゃうのかな。難しいモンスターですね。はい、ビタミンゴー。お金は前回勝って1万ゴールドもらったから結構潤沢にあると。よし、頑張ってこう。はい、今週はオイリーオイルをあげて変動床、ここで回避を若干と賢さを999カンストまで持ってこう。いってない、まだもう一回あるか。じゃあそれは来月やるか。はい、夏味噌をあげて走り込み、頑張れ、頑張ってる頑張ってる。よし、500、これで6伸びて513と。はい、4月1周変動床、ここでもしっかり賢さをカンストまで持ってこう。回避ね、欲を言えば300まで持っていけたらまだよかったかなって思うけど、いやもう変わんねえか。286でも300でも変わんねえわ。おし、賢さカンスト、任天堂スイッチの移植版はしっかりね999の賢さを持ってて、全部ちゃんと計算してくれるからカンストまで持っていく必要があるんですよ。さあ、そして来ました、来月の、違う、それじゃない、それじゃない、おばあちゃんじゃない、1回でまとめてこい、トズマキラ。さあ、こっちです。次のは M1 グランプリだね、モンスター1グランプリだ。よし、頑張ろう。じゃあ来月まで走り込みを続けていこう。さあ、4月4週走り込む、おバカお前、最高だぞ、大会前最高の練習でズルしやがってこいつ。いや前回勝ってるからこれ調子乗ってんだわ。カツ入れるか、あ、マルコ、ケツ出せケツ、カツ。よし、かてえお尻だったわ。いや、お尻ないか、ないもんね体ないもんね。はい、ビタミンあげて、まあ休ませるしかないよね、大会前。よし、いけるかな。でも前回グレテスト4
カーマイン先生に勝ってんだよ。ジョーカー界最強なわけよ。あれスタイル厳しい、ロイヤリティも下がってるし。嘘でしょ、ふざけんな。お詫びに休ませよ。このタイミングで、マジかよ。どうも最近調子が悪いみたいなんだ。ちょっとバカ、お前今日この後四大大会 M1 グランプリ挑むって時にそんなこと言うじゃねえよ。どっちだよお前、すっごく元気なのか元気ないのか、どっちなんだよ。いけるって、すげえだろマルコは、頑張ってんだよ。3歳10ヶ月、まあジョーカーはまあこんなもんか。悲しいな、好きは富士だけど育成方針は厳しい、そんな俺についてきてくれてる勝とう、絶対に勝とうな、勝つしかねえんだよ。マルコに残された寿命はあと1年あるかないか、5月2週か、覚えておこう。勝つぞマルコ、ここで奴らの魂を吸い取って寿命を延ばせ、行こう。M1 グランプリ。春の潮風が心地よい、ここ東ブル競技場。その中いよいよ M1 グランプリスタートします。マルコはまだまだいけるんだ、証明してやる。コルト、そのね、カッピライテよく見とけ。ドルガード、まずはおめえからだ。今回はアスタンド、ルージュ、ドルガード。うわー、でもパワータイプが2体もいるのか、しんどい戦いになるけども、俺らがやってきたことは間違っちゃいねえ。行くぞマルコ、前回勝ったんだ。まず開幕愛のデザイナーチ打たせてくれー。うわー、ナイス、回避率ちょっと上がってるわ、前はなんか 60% くらい経ったもん。おし、いけ、そう、それでいい、それでいい。もう一発いっとけ、もう一発いっとけよ。お見舞いしてやる俺らの愛を。おい、俺らの愛が通じないだってどういうことだ。いや、腹くらいなら大丈夫。おーし、おっとけ、それもう一発くらい、もう一発くらいいるけど、もう怖いから撃ちます。だけど起き上がるな、起き上がるな、命令する、オッケー、よくやった、いいぞドルガード、寝とけ。まず一本いけるね、いけるだろコルト、そしてみんなマルコはいけんだよ。あと3本取るぞ。まず今回だ、 M1 グランプリ最強のモンスターになるんだ、ルージュ。こいつはなかなかね、癖があるモンスターなんだけど、怖かねえよおめえなんかよ。回避534ポッチで俺のデスらしいよ、かわせると思いっか。種が打たないと、母さんお願いします。よし、打った、いいね、そうだ、それでいい、男はデスらしい、一本で勝つんだよ。見とけや、俺らが最強のモンスターとは何たるかを見せてやるから。よし、いけんな、いけるな、みんな間違っちゃいねえんだよ、俺らの育成は間違っちゃいねえんだよ。もう今回のマルコ育成に関しては今までのモンスターの中でも一番ブレブレな育成をしてしまった自覚はあるんだけど、それでもマルコは答えてくれた、俺はそのマルコの気持ちに応えたい。アスタウンド、回避がねえクソ雑魚野郎がよ、力833、賢さが意外とあるんだよな、で丈夫さなんだよな、2発で仕留め切れるかどうか、ライフもあり上がる、耐久力がある、だけど俺らの愛にそんなの関係ない。おい、いいぞ、いけ、バカ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 、近づかないでくださいね、お願いします。オッケー、いいよ、99当たる、そういうこと、よし、 M1 グランプリ取りました。いけんだよ、全然いけんだよマルコは、証明しちゃったわ。コルト、今朝の発言撤回しろよ。私の発言を撤回させていただきますって言えよ。見ろこの輝かしいトロフィーを。いけるよ、まだまだいける。うん、このあと3ヶ月後、そしてまたさらに3ヶ月後、そこまではちゃんといけるよな。1750ゴールドもらいました。で、人気は変わらず100。
全世界、全宇宙から愛される存在マルコでございます。さあどうだ、成長したか。いいね。あー賢さか。そこをライフにしてくれたら嬉しかったんだけどな。力もそんなにいらなかったな。まあいい。お疲れちゃん、インスタントジョンソン。さあどうした、マルコ。もう一回なったら魂、いや骨だ。骨でいいのか。もうコルトの体がスカスカじゃ。よし、いいぞ。でどうする。もうこんなさ、マルコはまだまだいけんだよってさ、俺も息巻いたけど、いやあの発言はね、真実なんだよ。元気みたいか。とりあえずオイリーオイルあげよう。どうしよっかな。いやちょっと考えてんのが、もう少しだけ育成して、もうちょっとだけね、ライフを550、そこまで伸ばして、あとはバツナギしてもらうかとか。一旦ね、マルコを冬眠させたりとかして、その間に違うモンスターの育成をちょっとだけして、で四大大会の日が来たら復活させて挑んでもらうと。本来ならそうするべき。そうしよっかな。だってさ、マルコは四大大会で終わんないんだよ。レジェンド杯もあんだよ。それを考えるとさ、ね、ちょっと育成し続けるのは怖いなーって思うんだよね。どうしよう。まあ、とりあえずもう油臭い育成やめます。休養。休めー。はい、6月1週、タリコ博士来ましたけども、追い返しました。こっから先はもう軽トレだけでいいわ。軽トレの走り込みのみ。8月か、次。まあ8月までは普通にやろっか。でも3しか伸びない。いやもう老体か。マルコの魂が消えかけてる。本来なら体着マンゴーで疲労軽減でいいんだけど、もう念には念を入れたい。オイリーオイルをあげて走り込みをしてもらうと。あーズルズル。もう自分の体力の限界分かってんだな。もうズルしなきゃやってられません。いやもうやってられませんよって感じなんだろうな。プラス1、わお。550までは頑張ってほしい。もう仕方ないかな。もう仕方ない。もう頑張ってくれてる。まあもう本当に頑張ってくれてる。3周。今週はもうアイテムなしでいいや。アイテムなしの走り込み、どうだろう。あ、今週は頑張る。調子がいいのかな。足腰の調子がいい日なのかな。プラス5、まだいけんのか。あ、誕生日か。4歳です。おめでとうまるこ。ジョーカーでいう4歳は人間でいう90歳くらいか。そんぐらいだよな、きっと。強くなれなんて言えないよ。長生きしろ。さて、おじいちゃん食べれるかな、こんなワンホールも。どうぞ。陽明酒のクリームで作ったケーキです。おお、力がみなぎるようじゃわい。やめろやめろよ。2回目言うって、あれ早くね。やばっ、2回目言うのちょっと早くないか。やべえ、もう育成しないとく。とりあえず、今までのモンスターこんな早かったっけ。2回目の宣告、マッハか。マッハで老化が進んでる。体の型が急に来たのか。陽明酒おじいちゃん、私はカルアミルクの方が好きだねって言ったのかな。若い。ちょっともうね、俺怖すぎるわ。やめるわ、もう育成。もう十分頑張った。マルコは頑張った。パーク行こう。よし、休め。いやこう見るとさ、体もすげえでかくなってるよね。お前らか何のようだって。もうほんとずっと愛想変わねえなあいつ。冬眠させるんだけど、その間バツナギモンスターどうする。バツナギどうしようかな。あのさ、いつ
か育ててみたいなって思ってるモンスターがこのアントニオなんだよね。ラッキー、この子ちょっとバッツナギに使うか。なんかジョーカーっぽさもあるし、もうホラー枠、うん殺戮人形ですよ。一旦ね、アントニオがバッツナギしてもらおう。待って待って、バッツナギといって持ってきたけど、チャッキー、いやもうあれか、スイッチ版ではラッキーか。ラッキーの育成ってさ、どうすればいいんだ。回避か、回避賢さを伸ばしとけばいいのかな。ビタミンもどき好きなんだ、それはいいね。激悪だもん、狂気アタック狂気投げ。そうでね、この子をなんでそのバッツナギに使うかっていうと、この子ねめちゃくちゃ寿命長いんだよ。どうやら10歳ぐらい生きるらしいんだよね。すごくね。ちょっとさ、ラッキーどうだ、変動力早速いけるか。無理かな。あー悪いねとっても悪いね君。あ、いい、よくないけどいいよ。あ、プラス1ってついてる。これね、得意科目にはつくんだよ、回避プラス4。なるほどね。このムカ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 ってするよ。こっちがムカムカムカなんですけど。いや、そういや面白い、こいつ面白いな。油臭い育成はしないかな。この子じゃあそれこそカララギマンゴー育成しよっか。はい、カララギマンゴーを上げて若干の、疲労軽減と。どうやって食うの。あ、普通に拾って食うんだ。なんか可愛いな。可愛いけど、その手に持ってるその凶器、それを手放してほしいな。怖いな。どうしようかな。まあ、最初の時は伸びやすいものを伸ばした方がいいから、強制余計、まあ、回避が伸びんだろうな。うん、変動力か巨石よけ猛勉強って感じんじゃないかな。おー、しっかり避けた、いいね。さあどうだ、プラス3。うんうん。でマルコを起こすタイミングは7月1週かな。そこで起こしてあげる。いや、7月2週でいいか。そうね、しっかり休ませるもんね。少しでもね寝かせておきたいね、やっぱり。さあ7月3週猛勉強やってごらん。うん、それ起きなさい、怖いから。おお、ちゃんと成功した、えらい。プラス5。あ、結構伸びるね。いいよいいよ。で7月4週夏ミスを上げてお休みと、グダーンって感じで寝るんだな。さあ8月1週やってきました。おお、なんかちゃんとお辞儀してる。礼儀正しいのか、確かにか分かんねえな。ビタミンもどきが好きなんでしょ。それ結構お得だよね。ビタミンもどきはそもそもあげる予定だったから、ビタミンもどきが好きでしょ。あげたら多分疲労軽減にもねつながってるはずなんだよ。すっごく元気。じゃあ重トレ変動かやっとこう。ずるすんなよ。あ、ちゃんとやった、えらい。普通だけどな。あ、いいね。10歳まで伸びるってことはさ、で、今こんだけ伸びんでしょ。この子結構いいとこまで行くんじゃない。さあ8月にしやってきました。ここでアントニオ、あ、先にカララギマンゴーだけあげとくか。あげといて、そしてさあマルコ行こうか。たっぷり寝たかい、ウィナーズハイ行ってみよう。3本目だね。ここで取れなきゃきついかな。取るしかねえぞ、頑張ろう。ウィナーズカップ、海からの風が夏の暑さを和らげてくれます。いよいよウィナーズカップが開かれます。よし行こう。ウィナーズカップのウィナーになるのは俺らだ。さあ相手は誰だ、誰でもいい。ブリガンディ、ルージュ、カーマイ、ブリガンディ嫌だったな。そしてカーマイン先生、復活のカーマイン、リベンジカーマイン。ここはカーマイン先生に花を持たせてあげるべきか。いいな、俺らが勝つ、行こう。しっかり対策してきたのかカーマイン先生。俺らはやるべきこと変わんねえからよ、打つだけよ。開幕で開幕嘘でしょ、だけど打てばいい、だけど打てばいい、そして前に行けばいい。だけど力技怖いな。だけどよし取った。うわー、マジかよ。
これはやばい。ギーかわいい先生は全部ガッツダウン補正がついてる、ガッツダウン技になってるんだよ。先生らしい嫌だけど俺持ちたい。そしてデスカタだって嫌だ。かわした、マルコ、マルコ離れろ、離れてお願い離れて、すげえうまい操作が、いやーよし勝った、あぶない。よし、かわいい先生本当に本当にありがとうございました。僕かわいい先生の生徒になれて本当に幸せでした。絶対もう卒業しても忘れません。マジで危なかった、危なかった、死んだと思った。次ルージュかかってこいよ。ルージュ、この3ヶ月で何か変わったが、俺らはやるべきこと変わんねえからよ。デセラジ打つ、デセラジ打つ、うーわ種感って、うわ大丈夫か、オッケーオッケー、うマジで2連発種感、しかもちょっとガッツダウンなんだよな、これはきつい。だけど大丈夫、信じる道、信じる道を突き進むのみだ。だけど一番近い距離のやつ、あれだけ気をつけよう、あれは怖い。28からだ、終わりだ。よし、ここは難なく突破。よし、2連勝ラスト、ブリガンディ来いよ、お来いよ。勝ってんのか、待って、ここでブリガンディに勝ったら、あ負けたらブリガンディともう一回か、なるほど。でブリガンディ怖いのは地雷針、一番遠い距離の地雷針なんだよな、こいつが強えんだよね。世界でパラメーターが安定してる、行こう。あ、ハサミの距離なら OK、 ハサミならいいよ、ハサミなら撃っちゃい、撃って全然、それならもう全然構わない構わない構わない、そして俺が撃つためだ。そんな弱え技放ってくるなんてな、よしよしよし、あと1回、あと1回なんだよな、あと1回なんだよな、あと1回なんだよな、弱い技弱い技、ハサミハサミ、この距離、この距離粘る、この距離粘る、この距離粘る、このなんだこの緊迫感は、お互い動かず先に動いたのは俺、マルコ、そして手出し勝った、しゃ取った真のウィナー、それが俺らだマルコ、やったよやったよ、全勝だよ。これで3本目取りました、優勝。あと1本だ、あと1本でとりあえずの目標達成になるんだ。そっから先だよ、うちのファーム未踏の地はレジェンド杯。よしよしよし、1750ゴールド、ごちそうさまです、おいしい、お金大好き、よしよし、いいよ。そしてマルコは成長したのかな、もう大会育成をしていくしかねえ、丈夫さと力かいらないんだよな、回避プラス9、まあそれはいいかな。お疲れ、やめろよマルコ、お迎え来るなよ、お迎え来るなよ、やめろよ、そのおねだりする、それなんかすごい嫌なんだよな、嫌な思い出があるんだよな、ゴルディの時の。もちろんあげるよ、もちろんあげる、うん、大丈夫かな、いやまだ大丈夫だよね、5月2週に宣告されたんだもん、まだいけるよ、生きろ、大丈夫だ、うん、ここはまだ大丈夫で、しっかりね、しっかりここは少しでもやっぱりストレスを下げ、あ、いや大会終わったからストレスないか、オイリーオイルを上げて休ませよう。あー怖い、毎回死闘だよ、休養休め、お疲れ様。そしてマルコアウト、アントニオイン、まあ連れてきたのはいいんだけど、もう8月4週なんで普通に休ませようかな、うん、まあ多分大丈夫だよね。よし、じゃあ次の大会は11月か、そこで四大大会ラストか、勝たなきゃな。じゃあその間の、アントニオの育成、てかアントニオっていうネーミングセンスどうなの、コルト、アントニオは俺が命名したわけじゃなくてコルトが勝手にね命名したんだよ、だからいわばこれはコルトのモンスターなんだよ、うん、さあどんな感じだっけ、
賢さも伸ばしてあげたらいい感じかな。9月一緒でしょ。どうしよう、瞑想やっとく。瞑想がどんぐらい伸びるか。ムカムカだって。嫌なのか。どうだ。あー成功する。いいね。なんか口元なんかおかしくない？なんかガビガビーって なるよね。賢さプラスいこうか。カララギマンゴーを上げて巨石をゲット。まあいけるでしょう。いいね。なんか激悪のくせに、なんか、まあ、最初ズルしたけど、それ以降ズルしないし失敗もしないし、割と育てやすいんじゃない。うん、なんかちっちゃいのかわいいな。はい、ちゃんこいな。じゃあ猛勉強。ちなみにやっぱりさ、このラッキーの強い技って何なんだろう。賢さ技が多いと思うんだよな。あ、失敗した。おう、まあでも頑張って失敗したし、うん、叱らないでいいよ。喜ぶのは可愛いけどな。その手に持ってるものを置いてくれたらな。公式戦。あ、そういうのも考えとくか。で、郵便ってことはこれはバーゲンかな。バーゲンはじゃあ買っときます。うん。でもさ、この子さ、生まれた最初のさ初期値がすげえ低いんだよ。だいぶ育成しないときついな。あ、それか命中上げないと。そうだ、命中上げないとな。まあとりあえず4週目なんでお休みと。はい、10月1週変動床。変動床ってやっぱりいいよね。賢さと回避が伸びるからさ、いい感じ、いい感じ。さあ射的やってみようか。命中伸ばさないとね。大会出れないわ。どうかな、伸びやすいかな。 1! マジか。こいつもまた難しいモンスターだな。いやまだね、この子はね寿命長い分、赤ちゃん期間も長いはずなんだよ。まだそのピークが来る、 あんまり来ないというかさ、なかなか来づらいと思うんだよ。いやだったら今射的やっても意味ないな。ピークの時に射的伸ばそうか。猛勉強。うん、パワーをつけよう。どうなんだろう、この子は力技も強いのかな。あら失敗した。まあだけどね、頑張ってるからいいよ。あんまり悪さを感じないよこの子。無垢だわ。無垢で純粋に悪いんじゃない。一番怖いじゃん。おやすみサイコパスちゃん。はい、11月1週瞑想。おっと、激悪らしい。寝たよ。寝る時もその狂気は手から離さない。誰も信じらんねえんだろうな。ムカムカじゃねえ、こっちもムカムカだ。ほらしかろ。わわわじゃねえよ。なんだこいつ。そして11月2週です。マルコを起こしましょう。四大大会の日です。その前にカラダギマンゴーを開けとこう。さあマルコに代わりまして行こうか。四大大会だ。あ、ラストその前にさ、もう最後だからもう景気づけに一発オイリーオイル。体に塗りたくて塗りたくって、関節技とかを抜けないようにぬるぬるにしとこう。もう違反、ルール違反だけど。よし行こう。ワールドモンスターズカップラストだ。緊張すんね。今までのマルコの集大成でここで見せます。ワールドモンスターズカップ。そろそろ海の季節も終わりに近づいたトーブルポート。その中いよいよワールドモンスターズカップスタートします。ラストだ。いやーもうマルコとの思い出が走馬灯のようによみがえる。シアラ、ドルーガード、ゼーランディア、なかなかやばい布陣。そっか、ワールドモンスターズカップは俺が最初に挑んで負けたんだ。ゼーランディア勝つぞ。こいつに勝たなきゃ。絶対に踏みつけとか、なんだっけ、空中コンボ、あれ食らったらこのライフ541をもってしてもやばいんじゃないかと。勝負は一瞬。やべえ、踏みつけの位置だ。ヤクルか。
ガーゼ無理か。だけど大丈夫、マルコ生きてられる、生きてる生きてる生きてる。よし、本気出すんじゃねえバカか、お前採用。やべえなこれ。なんだけど大丈夫大丈夫、当てればいい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 。いやでやべえ、食らったら終わる。わあ、わざい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 。ガッツが大量に必要な技、多分これでしょ。向こうもやべやべやべ、くる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 、やべ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 、離れろ。いやそっけいけ、やった910、やったやったあー無駄、残りライフ9だよ。あーヒヤヒヤしたんじゃないヒヤヒヤしたよね。行こうマルコ 100% ドルガードか、またヒヤヒヤする戦いですよ。よしドルーガード。でもドルーガードとは結構勝率こっち高い気がするんだよ。だ勝てる。だけどその満身良くない。もうここまで来たらね、感謝だよ。ここまで強くなれたのはお前のおかげだ。あーぐるぐるプリ、おーオッケーオッケーオッケー、ありがとうありがとう、感謝感謝。もうねここに来たらね、本当にね相手モンスターに対してね、感謝の気持ち、感謝の気持ちでデスエナジーを打たせてもらうって、そういうね境地に今至ってるわけです。ここは危なげなく勝利、なんとまあそうだこいつはこれがありやがる。だけどあ当たんない、そう当たんないの、もう読み切ってるの。なんでかってマルコの賢さは999、なんでも同じ技をクラマルコじゃない。うわぁもうそれは向こうもなちと、なるほど待てよ、もうここに来たらデスマッチ、オッケーやこれでいいんだよ。オッケー、屈辱デスパンチエンド、見捨てやったぜ。よし2連勝ラストだ、4大大会最後の試合シアラ。おっとっとゼーラ、待てよこれはもうシアラにもし負けたとしても優勝決定戦あるな。いやもう負けるなんて考えるな、勝つんだよ俺は、勝つんっしょ。お、で、シアラよ、1年前とんでもない悪夢見せてくれたギガフレームだっけ、その中二病みたいな技、もうデスパンチを持ってる俺が言う、もう言えないけどさ、ギガフレームって技がマジで恐ろしい。それだけ歌え、受けないようにしたいけど、だけどそれは向こうも俺も同じ同じ距離だって。オッケーフレームか、これはでかい、これはでかい、これはでかい、オッケー。そしてもう一発だけ、もう一発だけ、これで終わりだ。感謝のデスエナジーありがとうございました。やったあり、4大大会全制覇やったぜみんな夢じゃねえぞこれ、夢じゃねえからな、こんなジョーカーなんていう上級者しか扱えないモンスターで4大大会制覇できたってことはもう私上級者っていいんじゃないですか。ダメかだってみんなからめっちゃアドバイスもらってるもん。もう自分だけの力じゃない、そういろんなアドバイスくれたみんなのおかげだよ、本当にありがとう。1万750ゴールド、もうこれでみんなで打ち上げ行こうぜな。焼肉行こう、焼肉、いいとこいいとこ、うんわあ嬉しい、この感動をみんなと分かち合いたい。マルコ4大大会制覇おめでとう会を開きたいね。あーまだ伸びる、ライフ15伸びたよ、すごくね。優勝おめでとう、ほっと頑張った、頑張りすぎたよ、褒める。おねだりする、おねだりする、うん、おねくれと、もうそのお前の頭あげちゃえよ全部、うん、もうカポって外してあげちゃいなそれ。あーでマルコ、お前は大丈夫だよな、大丈夫だよな、大丈夫、怖いのよ本当に怖いのよ。よしマルコはまだ生きてますよ、しっかり、多分もう一回ぐらい言われるんじゃないかな、コロトからもう本当に限界だよ、マジでやめなって、もう殴ってても止めるよみたいなことを言われるはずなんだよな。それが来たら本当にもうやばい時だと思うんだよね。で4大大会制覇、まあ、それをみんなさ見ようよ、パラメーターこんな感じ、もう賢さ999、もうこれが本当に誇らしいよね。そしてこれです、制覇の証、
55勝16敗だよ。俺もお前が大好きじゃよ。さあ最後だよ。本当にマルコが挑む試合ってのは次が最後になる。いつだ、レジェンド杯いつだ、いつだっけ、5月、違う、4月、あ、4月だ、4月4週レジェンド杯、ここを目指して頑張ろう。